エクセターはイングランド南西部デボン州の都市。人口124,328人。市街の中心には芝生の広場に囲まれたエクセター大聖堂があり、市民の憩いの場となっている。イングランド南部の名門大学であるエクセター大学がある。エクセターは乾燥した尾根の集落として始まった。この地域には、肥沃な土地と川には多くの魚がいた。 戦死時代の主要な発見はされていないが、これらの利点により、この地域が早期に占領されたことを示唆している。効果はヘレニズムの王国から発見されており、紀元前250年には地中海との入植地の存在を示唆している。このような初期の町は、ジュリアス・シーザーが解説で述べたように、ローマ時代以前のガリア人の特徴であり、ブリタニアにも存在した可能性がある。 ローマ人は、西暦55年頃にイスカという名前の42エーカーのトランプ型の要塞を構築した。要塞は、ホッシーの道のルート15は、ウェールズのカーリー案に移る前の次の20年間、ベスパシアンが率いた5000人の第二軍団、アウグスタの基地として機能した。エスカとしても知られていた。二つを区別するために、ローマ人は、エクセターを、エスカダムラニーウォーラム。 カーリーアイをエスカ・オーガスタと呼んでいた。トップシャムにも小さな砦が築かれた。2010年にトップシャムロードのセントロイズで2つの間のルート上の補給基地が発掘された。アッシャー司教は英国の28の都市の中でブリトンの歴史によってリストされたケアペン喋ることをエスカと特定したが、デビットナッシュ報道はそれをペンセルウッドへの言及として読み、 より可能性が高いと考えた。リンディニス。ローマが410年頃にイギリスから撤退した時から7世紀までエクセターについては確かなものは何もない。その時までに都市は658年にサマセットのペオンナムでイギリスのダムのニア人を打ちまかした後にエクセターに到着したサクソン人によって支配されていた。サクソン人は 1637年まで以前の居住者を記念してブリタイン通りとして知られていた現在のバーソロミュー通りの周りに独自の法律の下でブリトン人のために都市の4分の1を維持したようです。冬は温和で湿潤、夏は気温の変化が激しいといった特徴を持つ。やや内陸に位置するため周辺都市と比較して冬の冷え込みが強く夏は暖かく乾燥する。 エクセター空港エクセター空港は、市の東に位置し、英国内とアイルランドの地方空港への定期便と、チャーター便がある。2005年、国際ハブ空港への接続は、パリシャルルド・ゴール空港から始まり、その後、アムステルダムスキポール空港への毎日、定期便運航が始まった。2019年、ライアンエアが、ルア、ナポリ、マラガへのフライトを開始した。 エクセターセントデイビット駅、エクセターセントデイビット駅は南西部のターミナル駅となっており、ペイントン、エクスマウス、バーンステープル、オークハンプトンなど、デボンの支線に接続されている。これにより、夏の間だけはエクセターセントデイビット駅からデボンのほとんどの駅に直接行くことができる。エクセター大学のキャンパスが2つある。また、プリマス大学のキャンパスもある。 ありがとうございます。